トラウト、大谷に必要なのはお金ではなく勝利。トラウトが激白。大谷のエンゼルスへの残留条件。現在大谷翔平選手が所属するロサンゼルスエンゼルス。エンゼルスの中でも大谷選手と共にチームを牽引する選手なのがマイク・トラウト選手です。2人はトラウタニ、トラウトと大谷という愛称で日本のファンからも親しまれていて、今シーズンはすでに8本ものアベックホームランを放っています。ただ大谷選手には2023年シーズンの開幕前から移籍の話が多く出ています。一方のトラウト選手はエンゼルスと長期契約中。そんな状況の中でトラウト選手は相棒の大谷選手をどうにかして残留させようと必死なのです。大谷選手の残留を信じるトラウト選手。2023年シーズンの開幕前には第5回 WBC 決勝の舞台で国の威信を背負って戦った2人。シーズン開幕直前のインタビューではトラウト選手は大谷選手の FA について質問を受けると、どうなるか見守ろう、だけど僕は彼がここに残ってもらうように常に努めるよとコメント。大谷選手の残留を切に望んでいたのです。その後シーズンが進む中で大谷選手の移籍話はより加速する形になっています。大谷選手自身は移籍の噂について自ら口にすることはありません。一方のトラウト選手は大谷選手の去就についてさまざまな意見を語っています。6月下旬、トラウト選手はドジャース所属のムーキー・ベッツ選手が司会を務めるポッドキャスト番組オンベース・ウィズ・ムーキー・ベッツに出演。トラウト選手はエンゼルスと2019年から12年総額4億2650万ドル、600億円。ベッツ選手もドジャースと2021年から12年総額3億6500万ドル、520億円の大型契約を結んでいます。メジャーリーグ史上でも破格の超大型契約を結んでいる2人ですが、大谷選手の契約金は自分たちの契約金を超えてくると予想しています。ベッツ選手から、FA で大谷はいくら手にすると思う？との問いかけにトラウト選手は、5億ドルから6億ドル、約700億円から850億円の間のどこかかなと思う、と予想しました。また番組内では、WBC で大谷選手と対戦した時の心境も明かしていたトラウト選手。対戦前の心境については、打つチャンスが来たぞって感じだったね。ライブ BP でも対戦したことがなかった。一度もね、後ろからしか見たことがなかった。後ろから見ていても、どんなことができるか分かっているよ。球が信じられない動きをするからね。と、大谷選手との対戦にワクワクしていたことを告白。結果的に三振に打ち取られてしまったことについてトラウト選手は、実際打つべきだった球を何度か逃してしまったんだ。打席に立った時は一発狙わないといけないなって思ったね。そのせいで打撃が崩れてしまったのかもしれない。自分のいつものアプローチから外れてしまったからね。と、日本の優勝が決まった打席を振り返り、分析しました。お金では動かない大谷選手。残留させたければ、大谷選手が6月に入り、絶好調をキープ。月間15本塁打を放つと、一番近くで活躍を見ていたトラウト選手は、今まで全く見たことがない瞬間を特等席で目撃している。かなりスペシャルなこと。と共に戦った大谷選手の活躍を祝福。6月30日にトラウト選手は、アメリカの人気ポッドキャスト番組、ファウルテリトリーに出演。番組内で司会者から、大谷選手が勝つために行っている毎日の取り組みについて問われると、彼は球場に来たら、勝つことだけを考えている。試合に臨む準備は打者としてだけでも本当にハードだよ。でも彼は投打両方をやる。と、二刀流で活躍し続ける大谷選手の凄さを熱弁します。またトラウト選手は、大谷選手がエンゼルスのチームメイトにとって、どれほど大きな存在なのかについても言及。
彼は常にチームメイトの力になろうとする。誰かが不調に陥ると、そばにいて助けようとする、と明かした上で、彼は本当に賢い。みんなは毎晩、460フィート、140メートルの本塁打を放ち、マウンドで12三振を奪う彼の姿しか見ていないかもしれない。しかし、彼は実に野球をよく知っている。本当にすごい。彼の心はすべて野球に向いている。というように、大谷選手への称賛の言葉が止まりません。さらにトラウト選手は、ファウルテリトリーの司会者から、大谷選手を残留させるための口説き文句は、とかなり突っ込んだ質問を受けます。それに対してトラウト選手は、口説き文句か、僕たちは勝たないといけない。プレーオフに行かないと。彼をここに留めておくために一番大きなことはプレーオフに行くことだ。僕たちはここまで勝ち越しているし、調子がいい期間もあるし、素晴らしいグループを築き上げている。彼はそれを楽しんでいるんだ。興味深いことになるだろうね。彼を残留させるために、僕ができることは何だってする。と、コメント。続けてトラウト選手は、人々は契約金に関する莫大な数字を口にするけど、お金の問題じゃないと思う。僕たちが勝つことができれば、彼はグラウンド外でかなり稼いでいるからね。話題に上がる金額はクレイジーだけど、結局のところ彼は勝ちたくて楽しみたい。というところに尽きると思う。プレーオフまで突き進みたいんだ。それができれば、一番の口説き文句になると思う。と、大谷選手をつなぎ止めるために必要なのは莫大な契約金ではなく、ただただチームで勝利を重ねることなのだと告白しました。こうしたトラウト選手の言葉に、アメリカのエンゼルスファンからは、もしエンゼルスがプレーオフに進出して、少なくとも1シリーズ勝てれば、翔平は間違いなく残るよ。マイクよ、彼を一緒に連れ戻してくれよ。とにかく勝ってくれ。俺は翔平が大好きなんだよ。そうだよ。マイク・トラウトよ。お願い。翔平を引き止めて。というように、トラウト選手の意見に同調する声。そして大谷選手の残留を懇願する声が多く上がりました。チームメイトや監督からも、大谷選手の残留が望まれている。エンゼルスファンなら誰もが願う。大谷選手の残留とトラウタニの継続。実際に MLB を代表する2人のコンビには、エンゼルスを率いるフィル・ネビン監督も、2選手だけで試合に勝つことはできないが、連続弾でチームを勝たせる2人といえば彼らだ。あの2人はかなり長期間にわたってチームを支えることができる。と、称賛しています。さらに今シーズンすでにトラウタニ弾を2発食らっているロイヤルズのマット・クアトラーロ監督も、ここ数年、多くの投手に対してあの2人が連続弾を放ってきたのは確かだ。と、ダイナミックさに言及しました。こうして監督からも称賛されるトラウタニコンビは、7月2日に行われたダイヤモンドバックス戦でもアベックホームランを記録。今シーズン8度目となるトラウタニ弾に日本のファンからは、トラウタニ弾達成。トラウタニ弾はやはり無敵。トラウタニ弾。勝利シーンはまた始まる。と、喜びの声が多く寄せられていました。オールスターを前にして8本ものトラウタニ弾が生まれていたため、過去最高本数のトラウタニ弾が見られると誰もが期待を抱いていたはずです。しかし、トラウト選手は7月4日、敵地パドレス戦の8回、第5打席で、ファウルを打った際に、左手を大きく振って、苦悶の表情を浮かべると緊急交代。診断結果は左有鉤骨の骨折と診断され、長期離脱が避けられない状況となってしまったのです。トラウト選手は骨折の診断を受けた後のインタビューで、これまでルーティンをこなし、続けてきた。本当に悔しい。治療を受け体調は最高だったのに異常なことが起きてしまった。深刻なことだ。少しの間休まなければならないが、数週間休んでシーズンの終わりには間に合わせたい。大変なことだが前を向いていく。と、
エンゼルスがプレーオフ進出に向けて大事な時期を過ごしている中での離脱を悔やんでいました。チーム補強を優先すべき。評論家や解説者は大谷選手のトレードを推奨。エンゼルスにとっては痛恨のトラウト選手の離脱。トラウト選手がいないことで大谷選手へのマークがより厳しくなり、地球で勝負を避けられることも考えられます。こうした緊急事態の中で大谷選手を溺愛するアナリスト、ベン・バーランダー氏は、エンゼルスは、翔平・大谷をトレードに出すという、MLB 史上最も辛い決断をしなければならない時が来た、という記事を投稿。バーランダー氏はこの記事でトラウト選手の離脱によって、打線が弱体化することに触れて、エンゼルスは、今後かなり早い段階でプレーオフ争いから脱落する恐れがある。モニアックのような選手がいて、彼らは堅実なプレーを見せてくれるだろう。しかし、トラウトの代役となると話は別だ。エンゼルスは大谷が MLB で最高のシーズンを送っている中、健康なトラウトがいても、プレーオフ争いにとどまるのに苦労していたのである。と、トラウト選手が怪我をした今、エンゼルスのプレーオフ進出は厳しいだろうと語っています。そして、バーランダー氏はエンゼルスに対して、もちろん、エンゼルスはこの二刀流のスーパースターを今後3ヶ月間、キープすることもできる、と語った一方で、しかし、それはおそらく10月に終わりを告げる、避けられない事態をほんの数ヶ月遅らせることになるだけだ、と、エンゼルスが契約延長を結ぶのは不可能だと断言。その上でバーランダー氏は、だからこそエンゼルスはこの数週間中に彼をトレードしなければならないのだ。何の見返りもなく、史上最高の選手の一人である大谷に去られるわけにはいかない。特に彼が在籍した6シーズンでチームとして成功を収められなかった後では、なおさらそうすべきだ、と、将来のエンゼルスのためにも大谷選手をトレードして若手の有望株を獲得するべきだと進言しました。またホームランダービー当日にアメリカの放送局 FOX スポーツの放送席にヤンキースのレジェンドデレク・ジーター氏がゲスト出演。放送中にジーター氏は大谷のトレードについて質問を受けると、私はどうすべきかわからない、トレードするという理由はわかるが、引き金を引くことは極めて難しい。この男はスポーツ界最大のタレントなんだ。と、大谷選手を称賛した上で、前例のない才能を持つ選手をトレードに出すことは極めて難しいと語りました。一方で、レッドソックスの英雄として知られるデビッド・オルティズ氏は、この2人だけでは勝てない。もっと多くの選手が必要だ。と指摘した上で、大谷のトレードでチームを再建すべきだと断言します。そしてオルティズ氏は、 2,3 年後にチームを約束の場所に導くことができる3から4選手もしかすると5選手を獲得できる最大のチャンスなんだと力説すると、続けて、誰もがエンゼルスが大谷と契約しないことを分かっている。なぜなら今季終了後には総年俸5億ドル、700億円ぐらいかかるわけだから、ということは未来に備えるしかないんだ、と、エンゼルスは再建のために大谷選手のトレードで一大補強を敢行すべきと提言しています。トラウト選手自身が望んでいた大谷選手の残留。しかし、トラウト選手が怪我をしてしまったことによって、チーム事情は一変。大谷選手の去就は一気に動きを見せそうな展開になっています。個人的にはトラウト選手と共にプレーオフを戦う大谷選手の姿を見たいところですが、今後大谷選手の去就問題がどのような動きを見せていくのか注目したいですね。トラウト選手が語る大谷選手残留への思い、そして7月末までの期間に行われるであろうエンゼルスのトレード決断について、感じたことや皆さんが持った印象をぜひコメント欄でお聞かせください。また、この動画を見て面白かった、新たな知識を得られたという方は、チャンネル登録や高評価ボタンを押していただけますと励みになります。
他にも球界に関する裏話や知られざるストーリーを紹介する動画を配信しています。ぜひ合わせてご覧ください。